It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good, look this damn good. Everybody watch out. Watch out now.はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、久しぶりにユニクロと GU での購入品を紹介していきたいと思います。はい、早速なんですけど、今着ているワンピースですね。こんな感じ、着丈ギリギリ見えるかな。身長151センチの私が着て、くるぶしより5センチ上くらいの着丈ですね。これがね、ジョイオブプリントシフォンワンピース七分袖というものの S サイズなんですが、なんかこれラス1セールのラックに残ってて、なんと990円でした。なのでオンラインとかに在庫あるかわかんないんですけど、こういうお花柄でちょっとシャリ感のあるシフォン生地になっています。で、袖口ね、ちょっとパフッとしてるんですけど、ゴムじゃなくてボタン止めになってるので、袖まくりするときとかはこんな感じで、このフロントがね、全部ボタンで、しかもこのリボンが身幅調節できるようになってるんですよね。なので今日はこんな感じでキュッと絞ってね、ワンピースとして着ているんですけど、まあ、ガウンみたいな感じで羽織ることもできると思います。で、私これね、透けると思って今インナーにキャミと黒のペチコート履いてるんですけど、今タグ切るのに出してみて気がついたんですが、ちゃんとね、このインナーのスリップワンピみたいなのがついていました。なので、まあ、黒ね、透けててもそんなに気にならないんですけど、まあ、中に用意するものね、面倒な時なんかはこれを着てあげるといいかなと思います。で、もっとカジュアルに着たい時だったら、白のそんなにゆったりしていない T シャツとショートパンツとかの上にガウンみたいな感じで羽織ってサンダルとかでもいいと思います。で、サイズも S だし、ラス1っていうのはね、結構掘り出し物かなと思います。私赤とか本当にね、めったに着ないのでかなり新鮮なんですけど、ポリでもそんなに暑くないので、今からの季節にも重宝してくれそうです。じゃあユニクロでの購入品もう一つあるので、続けて紹介していきたいと思います。はい、ユニクロ2着目もワンピースですね。これテンション上がってね、今解説して脱ごうと思って気がついたんですけど、なんと前後ろ逆に着てたので、もう一回ね、このくだり取り直しなんですけど、ユニクロとイネスのコラボのサテンツイストプリーツワンピースのネイビーの S サイズです。これがね、4990円です。私の中でユニクロとか GU に出せる価格って、もう出して頑張っても2990円までっていう感じなので、まあ、このプラス帯のものを買うっていうのは本当に珍しいことなんですけど、なんとこのワンピースはね、私一目惚れでした。というのも、あんまり知ってる人いないと思うんですけど、十数年前のジェシカ・オブデンのコレクションにすごく似てるんですよね。サテンね、ジェシカは多分黒に赤ドットだったと思うんですけど、このネイビーに赤ドット、しかもこの手書きっぽいなんとなくいびつなドットっていうのがね、すごいジェシカっぽくて懐かしいなと思って即買いしたんですけど、これね、サイドにポケットもついてるんですよ。だから機能面でもね、すごくいいなと思いました。で、空きもそんなに深くないんですけど、まあデコルテが見えるぐらいの綺麗な空き具合になっています。ただね、着丈がだいぶ長いんですよね。今ちょっとベルトでごまかしてるんですけど、まあ、足首ギリギリぐらいの丈です。で、このベルトはね、私のこのコーディネート動画にしょっちゅう出てきているヴィンテージショップで買ったこのゴムタイプのものですね。ハイウエストでもローウエストでも対応してくれるめちゃくちゃ便利な子なんですが、これ外すと、ほら、身幅もかなりあって、まあ、前後ろね、間違って着るぐらいだからわかると思うんですけど、ファスナーもね、ボタンも何にもないかぶりのワンピースなんですよね。なので私はね、ベルトマークしてきれいめに着ようと思ってるんですけど、多分コンセプト的にはもうちょっとカジュアルというか、かなり緩い感じのコレクションなのかなと思います。ベルトしてないとかなり服に着られた感があるので、まあ、ベルトマークして着る予定なんですが、髪もね、ちょっと服にボリュームがある分、本当はね、アップスタイルの方がいいと思うんですけど、カゴバッグとかに合わせて着ようと思います。やっぱりこれ可愛い。はい、次 GU 編です。ちょっと中に着るものがなくて、すごい変な組み合わせになっちゃったんですけど、珍しくね、このレースのトップスと、それからね、スカートですね、購入しました。まずこれがね、サスペンダー付きナロースカートのブラックの S サイズですね。これオンラインで見てたんですけど、もうほとんど完売しちゃってて、 XS もなかったんですよね。で、 XS って多分店頭では展開していないサイズだと思うので、 S サイズを購入しました。で、中に着てるのがレース T 5分袖のピンク色の S サイズです。ピンクって言ってもかなりくすみカラーなんですけど、また次のコーディネートした時にね、こちらの形ゆっくりお見せしようと思うんですが、思っ
ってたよりねチクチクしない。ちょっとこれ可愛いけどチクチクして着られないかなと思ってたけどいけますね。で今日私中ねユニクロのブラキャミ着てるんですけど、まあ、できればチューブトップとかの方が見栄えはいいような気もします。ウエストっていうかこの腰回りここはねやっぱりだいぶサイズ大きいんですけどここサスペンダーついてるので、まあ、どうにか定位置で着られているっていう感じですね。本当だったらねよく言えば XS サイズがあったらこんな感じでもうちょっとジャストで着れたかなっていう気がするんですけど、この形ね結構いろいろ出ててワイドパンツのタイプとかもあったんですけど、まあ、パンツでねこのサスペンダーついてるのってやっぱりこうトイレとか行く時に面倒っていうのもあるし、この手の素材のワイドパンツが本当に似合わないので私はスカートにしてみました。動画とかで着たらこのストラップ部分しか見えないと思うんですけど、まあ、白とかね中に着た時にここ黒でアクセント色あるといいなと思ってて、ずっとこういうタイプの服探してたから今回ね手に入ってよかったです。で後ろはこんな感じ、後ろファスナーでここちょっとゴムが入ってるので、まあ、多少ねジャストサイズを選んでも苦しくないかなという気がします。でちょっとインナー変えようと思うんですけど、これもかなり珍しいの買った。じゃーん、チェックのねノースリーブブラウスなんですけど、私チェックとかボーダーって基本着ないんですよね。この前ねザラでチェックのスカートは買ったんですけど、あれも珍しくってもうトップスでしかもシャツ生地でチェックとか、しかも色がこういうブラウンとか本当にね普段だと全然着ないんですけど、なんかこれね見た瞬間にこれと合わせて着てみたいなと思ったんですよね。ここのちょっとタイみたいなデザインが可愛くって、最初これのシフォンタイプのブラックとかホワイトあったからそれもいいなと思ってたんですけど、まあそういったね綺麗めのブラウスはいくつか持ってるのでちょっと新鮮なこちらを購入してみました。これがねチェックタイブラウス半袖のベージュ S サイズですね。S でも結構大きそうに見えるんですけど、この首の後ろでこういうクリアタイプのねボタンで留めるようなデザインになっています。じゃあちょっとこれのインナー変えてみますね。はい、着てみました。あ、いいんじゃない、可愛くないですかこれ。しかもめちゃくちゃ涼しい、これ薄いシャツ生地っていう感じでめっちゃいいですね。こうよりちょっとここねキャップスリーブになってる方ががっつりカバーしていなくても少し二の腕をねごまかせる効果があると思うんですけど、そのギリギリまでね袖がないから腕も涼しいですし、この生地自体もね涼しめでいいですね。あ、しかもこれポケットついてた、気づかなかった。こんな感じ見えるかな。あ、いいですね。なんか涼しいんだけど色だけ秋っぽい感じ、秋先取りって感じで、さっき着てたトップスなんですけどこんな感じですね、まあ、完全かぶりで特にボタンとかもなくって首元とかはシャーリングになっています。まあ、素材的にはねかなりチープっていうか、まあ、韓国とかの安いね服によく使われているようなそこまで繊細じゃないレースなので多分ね毛玉とかできやすいと思うんですよね。あ、この辺りとかもうすでにできてるの見えるかな。そう、結構この素材はね毛玉できやすいと思うから本当にワンシーズン着たら終わりっていう感じではあると思うんですけど、まあ、こういうね普段着ないような私にしたらちょっと可愛すぎてそんなにガンガンは着れないなみたいな服はやっぱりプチプラで取り入れるのがいいかなと思うので、ちょっとトレンドっぽいものをお試しで買うのにね GU ユニクロはすごくいいですよね。特に本当夏はね、まあ、汗かいても洗濯しまくってとにかく着倒すのでこの辺りの価格帯のアイテムはね非常に助かります。じゃあ最後ねもう一つトップスあって、私これに合わせようと思って買ったんですけど何考えてたんだろう、ほら黒色なんですよね、黒黒になっちゃうじゃんって、なんで黒買ったんでしょうね。これもそんなにこう飽きがないリブのトップスで、なんかこれもね飽き具合の違いとか袖丈の違いとか、まあとにかくこういうリブっぽいアイテムたくさんありました。これがリブハードネックプルオーバー5分袖のブラックの S サイズです。で着る前にちょっと生地見せておこうと思うんですけど、そこまで薄すぎない感じかな。一応この前身頃のとこは二重仕立てになってるので、まあ、ここがね普通に三つ折りしてこうミシンで縫われてるとかなりチープな感じがすると思うんですが、こんな感じで後ろはそういう仕上げになってるんですけど、この前のとこに関してはちゃんとね見返しがついてるので、まあ、そこまでチープ感出ないかなと予想しています。ちょっと黒と黒で分かりにくいけど一応着てみますね。はい、着てみました。こんな感じ。まあ、どうだろう。あ、ちょっとでも私が着るとやっぱり胸元ね、スカスカってなるからあんまりかがめないなっていう気はするんですけど、まあ普通にこう正面見た時に、ここの空き具合に関してはそこまで空きすぎてないかなと思います。
まあ、欲を言えばこれも XS があってくれたら多分もっとねぴったりだったかなっていう感じですね。でもこの5分袖っていいですよね。私7分袖着ると7分より若干長くなっちゃうからなんかすごく中途半端なんですけど、5分袖っていうのはね半袖ほどカジュアルすぎなくってちょっときれいめな雰囲気が出せていいなと思います。まあ、そこまで何か特別特徴があるっていう感じの服ではないんですけど、コーディネート考えるの面倒な時に着たりとか、まあ、秋冬だったらねジャケットのインナーとかに着ようかなと思います。というわけで今回はユニクロでワンピース2着と GU でこのスカート、それからトップスを3着購入しました。まあ私あんまり服そんなにねまとめて買うこともないから、もうこれで寒くなるまでは買い足さなくてもいいかなっていうぐらいのテンションなんですけど、まあ一度でね店頭でそこまで欲しいものが揃っていることないので、今回は結構いい収穫だったかなと思います。まあ、これからねどんどんコスメ もう秋色が出てますし、服もねそろそろ夏服に飽きてきて、さっきのチェックのブラウスじゃないですけど暑い時期でも着られるんだけど色味とかがね少し秋っぽいもの冬っぽいものが欲しくなってくる頃だと思います。プチプラのね GU ユニクロも続々と秋服入っていましたので、気になる方はオンライン店頭でぜひチェックしてみてください。皆さん最近お洋服買い足したものありますか？もしあればねぜひコメント欄でどんなもの買ったかシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。